ウシもドーナツ。D4DJ グルービーミックス。とある町の片隅にある素敵でちょっと変わった喫茶店。そこは音楽好きの女の子たちが集まる場所で、あら、みんないらっしゃい。アイリさん、こんにちは。彼女は相本リンク、 DJ ユニットハッピーアラウンドのボーカル担当。底抜けに明るく、いつも前向き。すみません、4人でお願いします。このしっかりした子は明石真帆。ハッピーアラウンドの DJ 担当でトラックメイキングにも挑戦中。はいはい、お好きな席に。って浮かない顔ね、どうしたの？実は今日ライブの練習をするはずだったんですけど、練習室の予約がバッティングしちゃって。そうそう、それでじゃんけんで決めようってことになったんだけど。うさ耳をつけているのはオーナルとムニ。ハッピーアラウンドでは VJ を担当していて、イラストがとっても上手。私負けちゃったんだよね。ま、マホがやってもどうせ負けてただろうし。なんだと？ライブは明日なので、どうしても練習しておきたく、他のスタジオも探したのですが、あいにくどこも予約がいっぱいで。礼儀正しいこの子は渡月レイ。ハッピーアラウンドではキーボードを担当。同じく洋馬学園の1年生。八方塞がりになっちゃったんで、とりあえずここで一休みすることにしたんです。じゃあいいこと教えてあげよっか。いいこと？うちの地下使っていいわよ。地下ってたまにライブやってる？あのフロアを使わせてもらえるんですか？いや、よろしいのでしょうか。もちろんよ。そうだ、特別に愛梨お姉さんのレッスンもつけちゃおうかしら。真ん中は真帆さんお願いします。はいよ、目立つのは好きじゃないけどな。
一曲やってみてどうだった？すっごく楽しかったけど、いまいちディスクやスライダーの扱いになれないのよね。確かに慣れるまでは時間がかかるかも。そうね。それならアシスト機能を使ってみたらどうかしら。アシスト機能ですか？駆け出しユニットのあなたたちにおすすめの機能よ。早速説明するわね。こんな機能があったんだ。この機能を使ったらディスクだけスライダーだけみたいに集中して練習できるよ。機械の操作が苦手な私でもこれなら簡単に取り扱えそうです。そうね、レイに限らず誰でも楽しくプレイできるんじゃない？最初のうちはアシスト機能を使えば楽しく遊べるわよ。うん、じゃあ練習するぞ。で、何から始めればいいんだろう。そうですね、真帆さんみたいになるにはどうすれば。いや、私だってまだまだだよ。謙遜しなくてもいいじゃない。で、どうすればいいの？ OK、 それも教えちゃうわね。実はさっき少し失敗しちゃったんだけど、どうすればいいか分かった気がする。私もタイミングがつかめないところがあったんだけど、これならうまくできそうね。はい、次のライブが楽しみです。どうしたのリンク、難しい顔して。あのね、もっとすごくなるにはどうすればいいかなって考えてて。もっとすごく？うん、お客さんもステージもみんなを楽しませてあげられるようなすっごいユニットになりたいの。それもそうね、どうせならトップを目指さないか。道を極めるということですね。道を極めるって、そんな武道みたいなものが DJ にあるわけ？あら、あるわよ。あるんですか？その名も DJ ロード。 DJ ロード？こっちよ、みんなついてきて。それじゃ DJ ロードについて紹介するわね。とある伝説の DJ が編み出した一流の DJ になるための伝説の指南書。ワクワク。いろんなお題があるから早速やってみましょうか。私は D4 フェスに出るならこの4人がいい。いや、この4人じゃなきゃダメだと思ってる。どうする？そうだね、やっぱり私には忍が必要なんだ。私はピキピキこそ最高のユニットだと信じてる。出るからには狙うのは頂点だ。行こう、 D4 フェスへ。それでは聞いてください。 We are ピーキーピーキー。
私何か新しいことやりたい。皆さんこれを見てください。これってこれはお祭りですか？そう、今日花火大会なんだって。たくさん出店がある。なんか懐かしい感じだね。そういえばお祭りとか子供の時以来かも。まったく思い出すのが遅いのよ。リンクのバカ。みんなワクワクしたい？ワクワクしたい？よし、あれ行くよ。せーの、ハッピーアランド。マリカ、このチラシ。常夏島のリゾートホテルで専属 DJ 募集だって。ん？あれって同じセミの日高ちゃんだっけ？へえ、 DJ やってるんだ。あの子に聞いてみるのもありかも。よし、もう一度最初からつないで。うわ、めっちゃかっこいい。何それ、すごいすごい。へえ、あなたたちと一緒に見てみたくなったの。目指すものの先ってやつがね。実はね、こっそり考えてたんだ。私たちにはこれしかないって感じの名前。じゃーん、これでどう？マーメイド。サオリの体が正直でよかったよね。ねえ、変な言い方しないでよ。DJ もストレートでかっこいいし、沙織はまっすぐなところが魅力なのかも。探してたんだ、君のこと。単刀直入に言うよ。君が必要なんだ。私、矢野ヒーロか。このぼーっとしてる三宅葵が責任取るから。この名刺、アルタエゴの？それに、葵とヒーローって。青柳椿さん、あの時から君を忘れることができない。見たんだろ、あのステージ。葵はアルタエゴの専属 DJ になるやつだ。あそこの専属は半端な気持ちじゃ務まらない。でもだからこそ葵はあんたに声をかけたんだ。私を、私の歌声をあなたにあげます。レコードプレイヤー、なんだろう、不思議だな。この機械を見ていると胸がドキドキする。冒険か、すごくいい言葉だね。行こう、はるなちゃん、くるみちゃん、みーこちゃん。おー、そうだね。それに私もまだ終わりにしたくない。もっとみんなと歌いたい。そして楽しみましょう、私たちリリカルリリート。そして私はその先が見たい。これからのフォトンメイデンが自由な心で奏でる鮮やかな色の世界を。あれ、そういえばサキちゃんはなんでオーディション受けたんだっけ？ちゃんとは聞いてなかった気がする。私は宇宙が見たくて。この可愛いものレポートナンバー4105、出雲咲ちゃん。これからもいっぱい聞いてほしい。私もまだ自信はないけれど、これからはもっと自分から話すようにする。咲、うん、これから私たち
いっぱい話そう。何かご褒美をあげた方がいいかしら。私も頑張らなきゃって思っちゃうわね。終わった。自分なりに勉強してたつもりだったけど、まだまだ知らないことがいっぱいあるんだな。うん、これですごい DJ ユニットに一歩近づけたね。 DJ の道はとても奥深いですね。指南書はカウンターの下に置いてあるから、必要になったらいつでも声をかけてちょうだいね。伝説のっていう割にはお店の裏メニューくらいの扱いなのね。だってこれを作ったのは。え、アイリさん、その伝説の DJ のこと知ってるの？私会ってみたい。そうね、みんなが DJ ロードを極めたらきっと会えるんじゃないかな。じゃあ私、ライブの練習も DJ ロードの修行もいっぱい頑張る。うん、応援してるわ。あ、もうこんな時間。明日のライブって朝の電車で出発だったよね。そうでした。帰ったら楽器と衣装の準備と。私もおにぎりの準備しなきゃ。おにぎりって会場近くで買えばいいじゃない。だっておにぎりは丸いのがいいんだもん。アイリさん、今日はありがとうございました。いいのよ、明日のライブ頑張ってね。はい。
ささやかですが、どうぞお受け取りください。口直しにちょっと踊ってこようかな。見て見て、みんな、パンダ、パンダだよ。
の晩御飯当番は私も頑張らなきゃって思っちゃうわね。今日の晩御飯と、いい感じ。大変だったんじゃない？なんだか今日はいい日になりそう。ベレットって潜るのが大好きなの。いいフレーズ。ビーボって名前のシェパードを飼っているけど、すごく賢いんだ。
ここのフレーズ素晴らしい出来だったわよ。ミッションコンプリート。おとなしくしてるのに。アシスタントのバイトをして筋肉のおかげね、筋肉のおかげね、よくできたわね。いい筋肉を見る。You're my only one.
次も頑張ろう。
こんにちは。いらっしゃい。今日はどうしたの？ライブの予定はなかったはずだけど。はい、今日はクラブの機材について勉強しに来たんです。クラブカスタマイズとか DJ ブースとか使い方がよくわからないのよね。アイリさん、ご指導をお願いしてもよろしいでしょうか？もちろん、お任せあれ。あれ、いつもと雰囲気が違うような。機材が見当たりませんね。いつもよりステージが広く感じます。ちょうどさっき片付けたところなの。今日はライブもないし、好きに使っちゃって。さて、説明の前に、みんなはクラブカスタマイズについてどのくらい知っているかしら？クラブに機材を置いたり、スポットライトの色を変えたりできるって聞いたような。映像もいじれるんじゃなかったかしら？その通りよ。グルミクではそれぞれのクラブをお好みにカスタマイズできるの。2人の言ったように、スポットライトの色はもちろん、スピーカーやモニターの映像なんかも変えられるわ。アイテムによってライブ中の演出も変わるし、メンバーのパラメーターもアップしちゃうのよ。じゃあタピアラだけのアイテムなんかもあったりするのかな？もちろん、タピアラ色に染め上げちゃうこともできるわ。それじゃ早速やってみましょう。もし迷ったら、マスター一押しのおすすめ一括ボタンを押してね。はーい。ライブが楽しみだわ。次はセトリを組んでみましょうか。セトリ、ライブで披露する曲の順番表のことでしょうか？正解。どうせならもっといろんな曲で組んでみたいわね。その気になってきた？それなら楽曲ショップを覗いてみましょう。ここが楽曲ショップよ。おお、いろんな曲があるよ。あ、この曲知ってるかも。ここではメダルと楽曲を交換できるのよ。メダルには種類があって、カバー楽曲はカバーメダル、ゲームやインスト楽曲はサントラメダルと交換できるの。メダルごとに交換できる曲の種類が違うんですね。どれにしようか迷うな。このギフトっていうのは何かしら？それはプレゼント用ね。グルミクではお友達に楽曲をプレゼントすることができるの。曲の贈り物、とても素敵ですね。楽曲はどんどん追加されるから、時々覗きに来てね。駆け足の説明だったけど、大丈夫かしら？バッチリ。クラブカスタマイズのやり方に、セトリの組み方、それに楽曲の買い方、覚えた。
かったわ。クラブにはお友達はもちろん、初めましての人も遊びに来るの。だからいろいろなアイテムでカスタマイズをしたり、みんなが楽しめるようなセトリを組んだりしてあげてね。それからもちろん、みんなもお友達のクラブに遊びに行ってみてね。はい。じゃあ早速ムニちゃんのクラブに。ムニのクラブか、私も行こうかな。ダメ、まだもうちょっといじる予定なんだから。ではまた後ほどお伺いしますね。私からの説明はここまでよ。これからもグルミクライフを楽しんでね。抜けてきた、うるさいくらいに張り裂けそう。正義の炎を
おかえりなさい。ライブにする？お茶にする？それとも、ハンバーガー食べたくなってきちゃったな。
ちだけの小さな宇宙、私も感じたよ。昔から正直よね、リカは。この辺りのパワースポット？不審になれるから使うのが好きよ。寿司は好きだけど、わさびが苦手だから。D4DJ グルービーミックス。